新庄、うん、日本ハムの次期監督就任感想、うん、日本ハムどうなるやろむちゃくちゃになるかもわからんな。あのパフォーマンスを指導するという意味ではいいかもわからんな。楽しそうやね、うん、楽しそうに、お前らどうなってもええからパフォーマンスしなさいと、人気を取りなさいと、うん、ないうことでいけばいけるかもからな。それって野球監督の意味ないやん。みんな全員にああいうかぶり物さして、うん、んであのベンチずっと試合前にな全部かぶらされんねん、今日は誰が出てくるのか分からへんやろ言うて、こう言うとったらええんちゃうか。あ、これかっこいいや、何のマネーこれ。これ知らんけど、あのあれや、何やったっけ、スターウォーズかなんかのやつやんか、ダース・ベイダーかなんかや、うん、パフォーマンスや。パフォーマンスで言ったら過去の監督に勝てる人おれへんのちゃう。逆に新庄が一番ちゃう。パフォーマンスは、まあ、パフォーマンスやな。優勝ができるかできへんか、まあそんなんはもうちょっと横置いといて、パフォーマンスやで人気を取るな。ほんならあの球団も儲かる、客が来てくれたら、そういうことだよね。もうそれしかないやろな。多分あの野球の成功法はあんまりやれへんかもかね。そんなんやんのは当たり前、それは当たり前でしょと、面白ないでしょと。だからそうやな、例えば全然盗塁したことないと、走られへん、なんかこういうあの太った選手にお前盗塁せとか、ちょっとなん違うんよ、そういう奇襲戦法みたいなことになるんちゃう。そんなばっかりになるんちゃう。お、ちょっと待って、おたまさんや。